天のくれげ日記始まるよ。どうも、天です。今回はアイドリンシーセブンのぬいぐるみ撮っていきたいと思います。今日はね、たくさん人がいるのでちょっとあんまり喋らないように。ちょっと初期位置遠いね。多分ですけど前の時より初期位置が若干遠いですね。前の時は今みたいに転がしたらだいぶ前に来てたんだけど、背が甘くなっちゃうな、ここ。はい、なんとか一人寄りますね。お、ちょっとずつ手前に来てる。もうちょっとうまく引っかかって。やっぱ手前にもう一回転がした方がいいな。ちょっとずつね、もう一回角度つけようか、奥を。ちょっと前に来い。で、これで体のあたりを回ってあげて、来ねえな。あ、戻し、はい。タグがね、タグが激邪魔。なかなかしんどいパターンですね、これ、うん、なんとか手前に転がしたいんだけど、あ、いいんじゃない？はい、あ、来い。よし。これ悩むね。でも後ろにぬいぐるみあるからこれ以上特に下がることはないと思うので、ここはちょっと大胆に。
つかないように落として、はい、で手前にやりきって倒したい。さっきのあの形からまさかこんなになるとは思わなかと動かしていただきました。さっきみたいにね、奇跡的にシールドに乗ってくれたらいいんだけど、お、いいね、前この状態で BC したからね。はい、今ワンチャン BC しないから、あーしねえ、てかむしろ行った、シード狙いやすいんじゃないでしょうか。ワンチャンタグ入れ狙おう。タグ入れ狙いっす。入った、タグ入った、釣り上げて、足が足んとこ落ちてきた。タグが落ちてるかな、どこ狙っても変なことにはならないと思う。タグを避けてもらいました。これはね、しんどいですね。ちょっと左強めに、ああちょっと砂利見てもらう。砂利を、はい、どうぞ。砂利を直してもらって、うわ、いやこれはもうね、手前を狙うしかないんすよ。繰り返してくれました。というかもうほぼアシストですね、これは。さすがに来たー、よかったー。はい、ということで今回アイドリッシュセブンのぬいぐるみを取ってきました。いや僕が行った段階でね、もう朝一行ったんですけど、もう12人ぐらい前にいまして、で僕はまあ13番14番目ぐらいだったんですけど、さらに後ろにはね20人から30人ぐらい並んでまして、やめました2個目は前回ね2個取ってるんですけど、前回はね全然人がいなかったので、行ってすぐあれはね
開店と同時ではなかったんですよ。ちょっと遅めに行ったんですけど、それでも行けまして、でその後後ろに人いなかったので、まあ、2回連続プレイみたいなことできたんですけど、今回はねもう無理でしたね。でもう1個欲しいなと思ったんですけど、ちょっと息子といたので、まあ、今回1個だけにしました。で今回はですね、ちょっと難しかったかなって思います。ちょっとね気持ち初期位置が奥なんですよね。なので一手で奥から回して手前にやってもね、なかなかシールド付近までいかなくて、まあ、苦戦したかなっていう感じです。この設定はね僕も全然安定しないんですよね。前回も早いのは確か600円かそのぐらい取れたんですよ。でも今回はまあ3000円ちょっとぐらいかかってるということで、なかなかねこの設定は安定しないです。ほんとぬいぐるみの個体差にも寄ってきちゃったりするので、ちょっと難しかったかなっていうふうに思いました。はい。ただねなかなか手に入りにくいぬいぐるみになってくるのかなと思うので、で僕も他の店舗をちょっと行ってる時間がなかったので、今回はねこちらのお店でチャレンジしたんですけども、ただねまあ全然いいかなと思います。3000円ぐらいで取れるならいいのかなと思います。で自力ゲットしたかったんですけど、最後はね裏向きの状態でシールド乗ったんですけど、そこでなんかうまくいかなくて、頭持ち上げてもなかなかうまくいかないなと思ってたら、店員さんの方からですね表向きにしましょうかって言ってくださいまして、自力でって言いたかったんですけど、でもこれはご好意に甘えましょうということで、お願いしますと元気よく返事しまして、そしたらまあ綺麗なお姉さんだったんですけど、表向きにしてくれて、なおかつちょっとシールドの方にも寄せてくれるというね、神アシストをいただけたので、はい、今回は撮ることができました。ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。